この度はご視聴ありがとうございます。本編は長編動画となっておりますので、どうぞお好きな場面からお楽しみください。稜線下りの紅葉がおすすめです。はい、ひぐりきチャンネルのひぐなるどです。今日は、紅葉シーズンの、戸隠山に登りたいと思います。ちょうどですね、昨日の、夜、周囲の山は真っ白に雪化粧してですね、山頂からそれとともに、こちらの紅葉、そして岩というところでダイナミックな登山になると思います。まあ、ただね、結構危険な場所もございますので、安全第一で頑張っていきたいと思います。さあ、やるぞ。大杉並木も越えますと、少しちょっと階段になりますね。この階段を登って、とりあえずは奥社を目指しますよ。戸隠神社で宇治登山の、お祈りをしましたので、今から登山の方に向かいたいと思います。登山口には、登山者カードの、提出口がありますので、必ずここでですね、記入して、投函してから、登山の方を始めたいと思いますよ。では8時20分、戸隠山に向けて登山を開始したいと思います。今日も一日頑張るぞ。とりあえず一気に登って、鎖場付近になりましたらちょっとヘルメットを装着して、準備を整えていきたいと思いますよ。まず急登を登ると一発目に開ける場所ですね。見てください、紅葉とこの今から登る峰々のですね、最高のコントラストですね。美しい。見てください、この落ち葉のですね、絨毯、とっても綺麗ですよね。ちょっと上を見上げますと、この紅葉のトンネルです。本当に素敵です。むちゃくちゃ綺麗だ、最高だ、イエイ。イエス、楽しい。楽しいね。50軒長屋に着きましたよ。すごい景色ですね。ここでちょっと小休止したいと思います。いやー、気持ちいい、最高ですね。100軒長屋です。すごいえぐれててかっこいいですね。100軒長屋からの風景ですね。壮大だ。ここから、10メートルぐらいかな、登ってここに来るんですけど、ここね、怖いっすね。結構な登りなんで、
下にデポして、登った方が絶対にいいと思います。ただね、ここからの景色見てくださいよ。これ最高なんですよね。すごい最高です。池も見えますよ。イエーイ。いやー、だいぶ登ってきましたけど、見てください、これ最高に綺麗なんですよね。紅葉の絨毯、そして岩、ただこれ結構10メートルから20メートルぐらいあるかな、鎖場登るのがここ垂直なんでちょっと怖いんですけど、まあちょっと下に荷物デポしてみたいなと。岩登りが好きな方はぜひチャレンジされてもいかがでしょうか。最高です。採掘を、越えて上に行きたいと思います。早速お待ちかねの鎖場がやってきましたよ。左右に若干この雪がね残ってるのがなんか風流というか風情があって最高の鎖場になってますよ。じゃあこのまま行っちゃいましょうかね。よいしょ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 、ふう。しっかり鎖を持って行きたいと思いますよ。でも足場はしっかりしてるんでよっぽど大丈夫かな。はい。ただ必ず移動するときに鎖をしっかり握って3点支持を確保していきましょう。はいしょよいしょよし、はいはい、よしよし、こっちだな。よいしょよいしょ、若干雪が滑りますよね。よいしょ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 、ふぅ、よしよしよし、あい、よし着きました。よし、雪があるんで気をつけないといけませんね。はい、この鎖場、5メートル、7、8メートルぐらいかな。上に行ってから、横に5メートルぐらいトラバースして、また5メートルぐらい上がるみたいな感じですよね。難しくはないですけど、まあ若干雪もついてるんで、注意していきたいと思いますよ。これでいいかな。よし、行こう。これ、向こうで登る、こっちから行った方がいいのかな。いや、でもこっちだ。こっち行った方がいいな。よし、行くぞ。足はあるね。この辺にちっちゃい石粒があるから、こいつらを足場にすれば大丈夫かな。あ、足はいっぱいあるわ。こういう丸い石を足にしていけば大丈夫だね。で、こっちからトラバースします。これしっかり持って、トラバースも足場はしっかりあるので大丈夫ですね。この足場を持っていきましょう。はい、しっかり石に乗っていこう。でここは一歩下がった方がいいね。下がってここに行って、よいしょ
やってこうだな。でこっちの鎖を持ちましょう。であとはこの鎖をしっかり持って足場を確保、足場を確保ですね。はい、足場を確保、足場を確保。で次の鎖を持って、ここ行けるかな。よし、確保、足場を確保。この流れで行きましょう。はいはいはい。でこうちゃんと最後の分岐を持って、で上までよいしょ、イエーイ、終了です。また次の鎖はですね、これは10メートルぐらいかな。これは普通に足は回るからスムーズに登れると思うんで、そのままスイスイ行こうと思いますよ。じゃあこちらの鎖は行きます。イエス、はい、ステップが切ってありますね。非常に登りやすく階段状に切ってあります。よいしょ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 。ここちょっと外気味に行きますので気をつけましょう。でもしっかり足場があります。はい、終了です。これを、この鎖場をですね、上まで登り詰めましたら、アリの戸渡りの始まりですね。はい。まず各深部に向かって、高度を上げていきたいと思います。これも足がね、すごいしっかりしてるね。オッケー、行きましたよ。次の鎖場は斜めにトラバースしながら高度を上げていく感じですね。右側が崖になっているんで、そちらの方を注意しながら、まあ鎖をしっかり持ってね行きたいと思いますよ。じゃあ行ってみますか。よし、ここに足がかり作っていただいてますね。ありがたいですけど、多分なくてもいけますね、これね。よいしょ、こっちからこちらの岩を越えてしっかり手で持ちましょう。こっち切れてます。このたわみがないようにしてしっかり持って手繰り寄せましょう。手繰り寄せましょうね。はい、よいしょ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 。で途中まで行くと今度は上に上がりますよ。よいしょよいしょ。これもしっかり鎖を持っていけば難なく登れます。はい、そしてこの鎖を持って最後まで登り切りましょう。はい、終了です。このミニ鎖場がありますけど、まあここは大丈夫ですね。ここはじゃあ実況割愛いたします。これを登るとじゃじゃーん、上の方にひたすら鎖場が続きますね。これが本当にアリの戸渡りまで続く最後の登りになります。ここは高度感もあると思うんで、まあ、足場しっかりしてると思うんですけど、安全に慎重に登ってまいりたいと思います。レッツゴーでございます。このロープ結構、ロープっていうか鎖ね、長いんで振られると思うんですよね。だからしっかりテンションを上げて張って登りましょう。両手使いがいいと思います。足場をしっかり持って両手でしっかり持って、ただ頼りすぎないというかね、足の重心をしっかり置いていきましょう。ここはちょっと手で補助しながら次の鎖を持ちましょう。持ってよいしょよいしょ。でテンションをかけましょう。よいしょよいしょよいしょ。はい、
よし、とりあえず第一部のあれは終了かな。でちょっとこっち巻きましょうか。よいしょ。はい、またここから上の方に向かいたいと思います。はあ、ちょっと息を整えましょう。行こうか。よし。あ、やばい、紐ほどけた。ちょっと紐ほどけました。直します。じゃあ第2の核心部になりますかね。登っていきたいと思いますよ。はい、行きます。よし、まず鎖を持ちましょうか。先ほどで足はねしっかりあるんだよね。このステップあるな。ステップを一個一個探していきましょうね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、続きまして次のステップだね。よし、よし、よし。ここはなくてもいけるかな。まあ補助的に持っていきましょうか。よし、よし、よし。はい、はい。ではでは。村月岩に到着しました。ここから最後の核心部ですね。はい、じゃあね、最後のアプローチの核心部かな。村月岩の方に持ってきますよ。これはでも20メートルあるな。30メートルぐらいかもしれないな。とりあえず行ってみよう。まずはここ右手で持ちながらこの巻くように上げていきますよ。はい、ここで次のやつを持ちましょう。でテンションかけましょう。足場はあるので安心しましょうね。手に焦らずでテンションをかけましょう。しっかり持ってね、いきますよ。少なくとも3点指示は必ずやりますので。はい、続いて次のやつをしっかり持ちますね。でこちらに足場があります。よいしょ、よいしょ。ここに岩に引っかかるんで気をつけてね、テンションをキープしましょうね。よし、振られないように注意して上がりますよ。よし、よし、よし。ここちょっとこっちはしっかり持ちましょう。持ってトラバース。ここちょっとか切れてますよ。気をつけてしっかり持ちますよ。こちらね、トラバース。よいしょ。はい、これで無事村月がコンプリートです。イエイ。見合いよ。いいね、紅葉の絨毯の中のこのクライミングがむちゃくちゃ映えるね。むっちゃ綺麗だねこれ。シャレになりませんね。いや、イエイ。最高な、最高に綺麗なのであります。村月の次の登りですね。これね、結構身を乗り出す感があるんで結構高度感がありますよ。
慎重に慎重にね、よいしょよいしょ、イエーイ、アリの戸渡り来たぜ、イエス、イエーイ、到着です。ではまずミーアンがアリの戸渡りをチャレンジしようと思いますよ。ミーアンどうだい、意気込みよろしく。頑張ります。まあ、気をつけてね、はい、あの持っちゃせんようにしてください。はい、雪がついてたみたい。そう、雪があるからそれ滑ると思うから。もしミヤン途中であれやったら途中のとこで一回止まってもいいぞ。一回ここでやりましょうか。うん、あの大丈夫なポイントまでじゃあ行って。全然大丈夫。オッケー、じゃあ行くわ。ではアリの戸渡りをチャレンジしたいと思います。一応ここに取り付けてやりたいと思いますよ。じゃあ安全に行こうと思います。ちょっと雪が残ってるので足が滑らないようにだけ注意が必要ですね。よいしょ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 、ここは大丈夫だな。よし、じゃあここ登りますよ。ちょっと鎖持ちましょうか。よいしょ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 、まあ、しっかりねあれはあるんで大丈夫だと思うんですけど、よいしょよいしょよいしょ、お結構な高度感だな。よいしょよいしょよし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 、あ、やっぱ高いね。イエス、行こうか。高いね。そうだな、でも横外したら終わりは終わりだからね。よいしょよいしょよいしょ、俺四つん這いでもいいと思うぜ。よいしょよいしょ、お気をつけて。
うん、そっち足あるからそれでいいと思う。本当。オッケー、じゃあそこまで行くか。じゃあとりあえず、中間地点からそちらまで、行きたいと思います。結構細いんでね、気をつけていきますよ。こっち足があるからこっち行こうかな。よいしょよいしょ。トラバース気味に行きます。よいしょ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 。でここがこっちに足を乗っけて降りようか。でここにステップがあります。雪があるのでちょっと足が滑りますね。じゃあでこっちですね、こっち行きたいと思いますよ。よしよし、これか。よし、ここはこっちに足があるんで真ん中じゃなくてこっち行くんだ。よし、しっかり足があるのでこっちをやっていきましょう。よいしょ。でここはここか。よしよいしょよいしょよしよいしょよしよしよし。あ、楽しいね。お兄さんすごいね。いや、やっぱ怖いっすよ。ここチャレンジャーね。一応こんな感じになってますよ。これね、すごい落ちてんだよね。両サイドほんと切れてますね。まあ、こっちはいいけどこっちはやばいな。左側ちょっとやばいな、本当にな。はい、よいしょ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 。じゃあすいません、ここ楽しんでてください。はい、じゃあ右側よろしく。あ、これはね横でいいと思うよ絶対。これ刃渡りだろ。これもうあのこれはそっちでトラバースしないとやばい。うん、滑らんようにね。ここはここは無理やろ。もうちょい行こうか。あ、すまじ行っちゃうか。オッケー。じゃあ最後の核心部なのかな。もうなんだろう、これもう手のひら、これ影見てみてもらうと、影じゃ分かんないかもしれないけど20センチか30センチぐらいしかないと思うんで、ここは絶対行けないと思うので、あの横から巻いていきたいなと思いますよ。でも横も雪があるもんで下に落ちないように気をつけようということで、しっかり手を持っていこうか。で足はあるな、足あるけど滑らんようにしてんだからね。よいしょ。なかなかやなこれ。じゃあ大丈夫だな。でもやったー、イエーイ、行けたよ。行けましたね。よーし、イエス、イエス。無事終えることができました。
せっかくなんだよ。お兄さんイエーイ。感想どうすか。そこ行くの？そこ通るんですか？マジで？撮ってるの？へえ、なんか YouTube かなんかやってんすか？いや個人で。あマジ？あの自分で楽しむため。アリの戸あたりでお会いしました S さん。クレイジーです。ここね、行けないっすよ普通。すごいね。なかなかね、すごいと思いますよ。まあ自信のある方はああいったやつもありかもしれませんけど、本当に自己責任の世界になっちゃうんで、くれぐれもお気をつけてになっちゃいますけどね。いやでもすごいな。簡単そうに見えるけどあれ怖いよ。普通やね。すごいクレイジーだよ。すごい。おお、すごい。ありがとう。じゃあお気をつけて。はい。アリの戸あたりからの絶景です。あの緑の筋が戸隠の奥社への杉並木ですね。こうやって見るとこのまっすぐなのが分かって、すごくスケールの大きさが分かりますよね。先ほど登ってきましたアリの戸あたり、今たくさんの人が、歩いて、皆さんそれぞれの、戸あたりを楽しんでますね。これがこちらから行くと右側がすごく切れ落ちてまして、 あちらに落ちるとね、多分非常に危ないですね。もちろん左側もですね、あの結構切り立ってますので、くれぐれも楽しいんですけど、安全ですね。あとご自身の、力量ですね、その辺を鑑みて、チャレンジされることをお勧めします。でも達成感はね間違いなくありますので、ぜひいかがでしょうか。それでは戸隠山山頂の方に向かいたいと思いますよ。レッツゴー。この辺の日陰のとこはちょっとこうやって雪が残ってるんですよね。よいしょ。よし、戸隠山1904メートル到着しました。イエーイ。山がとても綺麗です。おまけに裾野に広がる紅葉が、紅葉の絨毯が最高ですね。そしてその向こうにはすごい雪化粧した北アルプス、めちゃくちゃ綺麗です。こちらに富士山が見えます。ここはちょっとまたちょっとプチプチ戸渡りじゃないのこれ。ここのスポットは滑るので、このロープが張ってあるので、このロープを触った方がいいですね。
これまた最高の稜線が現れましたよ。これね最高なんですけど、皆さんちょっと気をつけてほしいのはこのルンルン稜線に見えるんですけど、じゃん横すごく切れてるんですよね。なんでねこの横外すと本当に滑落じゃなくて墜落になっちゃうんで、本当気をつけてこの道を外さないように歩くように注意をして歩きましょう。うわすごいすごい稜線ですよ。いやーなんだこりゃすっごいな、すごいよこれ。見えますかこの絨毯。稜線に現れる映えスポットですね。ここはねどうかな、高低差100はあるね、100はあるんですよ。先ほどのところを上から覗くとどうなるでしょうか。ちょっと下見えませんね。ということでやはり危ないです、気をつけましょう。みーやん何してんの。スターどうやった。怖い怖い。わかりました。はい、それでは戸隠中層の映えスポットエクストリームを狙って10回チャレンジします。さあやるぞ。めちゃくちゃ怖いっすけどやるぞ。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。やったぞー、イエーイ。わあ、青いよ空が。風が心地いいね。おお、九頭竜山標高 1883m 到着です。やったー。九頭竜山から、避難小屋に向かってますけど、久々の鎖発見です。多分ねこれを頂上まで詰めるとほぼほぼもう下る一方だと思うんですけど、最後の上り気合い入れて頑張るしかないよね。頑張ろう。下りさらに下ってますけど、日陰はね本当にもうしっかり雪化粧なんですよね。これはこれでラッキーだな。紅葉と景色を一緒によいしょ味わえてますね。ただただむちゃくちゃ滑りますのでそこだけ注意が必要ですね。はい、でも本当に素敵です。なんか幻想的な感じですね。はい、よっしゃ避難小屋が見えてきましたよ。やったー。市不動避難小屋に到着です。ここから戸隠牧場に向けて下ることになりますね。そんな感じで下ってまいりましょう。ここの小屋は宿泊施設ではありませんということなんで本当に緊急時のみの使用が可能となっています。中を見てみましょう。どうも失礼しました。
できれば泊まりたくないですね。はい。では、戸隠さん八方睨みからやってまいりましたけど、これは戸隠牧場の方に下っていきたいと思います。約1時間ぐらいかな。で、あちらには高妻山の方に行くんですけど、よっぽどの健脚さんじゃないといけないと思いますんで、まあいつかトレーニングできたらいいかなと思いますけどね。はい。では無事こちらの、帰り道に行きたいと思います。ここで鎖場をこの沢の方じゃなくて向こうに回り込むようにトラバースします。注意が必要です。はい。ちゃんとステップが切ってあるので、そこにちゃんと足を入れれば安全ですよ。なんで足場をしっかり見て降りればいいと思います。で、ここからこの沢じゃなくてこちらの方にこのね岩をトラバースしていきます。なかなかね高度感のある楽しいトラバース地帯になるんですけど、鎖を持って安全に行きたいと思いますよ。じゃあ行きます。よし、行くぜ。ほれほれ、ずっと右手でこれをなんだろうな、輪っかをこうやって通すような感じでやってれば大丈夫ですね。あのステップ自体は全然あるんで、実際持たなくてもいけますけど、まあ一応保険って感じかな。持った方が、この辺は持った方がいいかな。ちょっとウェッティーなもんですから持った方が安全です。まあ、この辺はいいかな、なくてもいけそうだな。よいしょ、うまく体勢に応じてやっていけばいいかなと思いますよ。まあ、落ちたらマジで怪我どころではなさそうなので持った方がやっぱいいですね。はい。で、これも足場はありますので大丈夫ですね。ちゃんとステップが切ってありますので、このように行きましょう。で、ここからはこうですね、真下に下るようになってます。ここもちゃんと持っていけば大丈夫ですね。結構ね足場はあります。よいしょ、こんな感じかな。こんな感じです。先ほど鎖で、トラバースしてきたところですけど、やっぱね結構な岩場ですね。やっぱこの鎖がなくて落ちちゃったら、やっぱ怪我だけじゃ済まないような場所なんで、しっかり持っていった方がいいと思います。ミアンどうだった？ああそうだね。はい、そういうことです。では次に参りましょう。なんていうかですね、沢の中を歩いてるみたいな感じなんですよね。登山道が沢でございます。またこの鎖場がありますね。この左側の鎖場を安全に降りていきたいと思います。手汚れるねこれね。ここ手袋してた方がいいかもね。ね、はい。これ何て書いてある？なめだって。なめじゃない。なめだけなめます。美味しいですか？美味しいです。ちょっと登山道なのか沢なのかよくわからない道を行きますけど、ちゃんとマーキングが打ってあるので、あのマーキングを頼りにですね進んでます。帰り道この川をね塗装しまくりなんですよね。これね、右へ左へ
この沢を渡りながらどんどん下ってきます。くれぐれもあのマーカーですね、赤いリボン、あれを見失わないようにしてください、ね、じゃないと沢に迷い込んじゃったりするとまずいんで。はい、いやもうとても綺麗です。もうちょっとね、なんだろう、下りの道でこんなご褒美が待ってるだなんてね、本当に嬉しいですね。山が燃えてるってこういうことじゃないかな。あ、滑った。本当山が燃えてるんですよね。とっても綺麗です。これはもしや、もしやでございます。やった、牧場だ、見えてきた、イエーイ、ゴールだ、ふぅ、牧場です、やったー、よいしょ、牧場へ帰ってきましたよ。お疲れ様でした。はい、今日は戸隠山に登ってきました。前半は有野戸あたりとか、結構、難所が続いて、ドキドキする場面もありましたけど、無事楽しく登山をすることができました。また、稜線上には雪とか残ってたりしまして、あと遠くに見えるアルプスの白い山、本当にですね、青い空とともにですね、素敵な、景色を、見ることができました。下り道は逆にですね、紅葉がすごく盛っておりまして、素敵なトンネルをくぐり抜けて、こちらの方にたどり着くことができました。本当にですね、最高の登山、日和に恵まれたいい参考ができました。また皆様の参考になればと思います。この動画が、もし役に立ってよ、良かったよと思っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、またの山でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。ありがとう戸隠山、ありがとう戸隠牧場。そばの実さんのそば三昧でございます。いただきます。それでは戸隠山で、有野戸あたりも無事、通過しました。こちらの高妻さんをバックに腕立て100回にチャレンジします。さあやるぞ、よいしょ。やったー、やりましたー。